いつもとちょっと違うんだな、これが。はい、どうもゆきです。今回から静止をなぞるパワプロくんポケット R パワポケダッシュ編をやっていきたいと思います。今回も初期能力縛りでこちら親父ボールをやっていきますね。まあ、なんとパワポケ R でこのソフトがくっついてくるっていうことでね、これ売り上げ 2,3 万本ぐらいで一番売れてないパワポケなんで、もうほんと手に入りにくくなっちゃって、今逆にプレミアついたりみたいなことだったんですけど、R につくっていうことですごい楽しみにしていきたいと思っています。で、こちらの親父ボール編の静止実況なんですけど、あのヒロイン、縦読みで有名なあの南雲瑠璃花さん、彼女を落としながら静止実況っていうことでね、あの本編の方ではできなかったやつ、親父を救うっていうルート、これね、条件がかなりシビアで、アルバムとか全部埋まってないとできないんですけど、もうその条件を今回達成できますので、親父を救って俺のルリカも救って、静止実況 R パワポケダッシュ編やっていきたいと思います。あとはね、まあ仲間全回収とかパワーアップとかやっていきたいと思うんですけど、仲間全員パワーアップはできないんですよね、ちょっとルート的にいろいろあるんで。まあそこら辺もうまいことやっていきたいと思いますよ。で、ポジションは常にファースト、初期能力だからどうせ上げないからタフさでいいや。でね、ここら辺もなんかパワポケ R で出るっぽいよね。楽しみなんですけど、じゃあまあ僕は有名 YouTuber 目指してフィッシャーズさんに入らせていただきます。よろしくお願いします。アイテムは基本的にはいいかな。この彼女を買うとね、あのシアンさんの桜の木の元となった女の子に出会えるようになったりするんで、ぜひパワポケ R が出たらね、ダウンロードでこちらパワポケダッシュも手に入れた方はやってみてほしいです。多分やったことない人とか、子供向けだろうとか、カード野球慣れてないんだよなっていう人、やったことない人多いと思うんだよね、このパワポケダッシュ。ただ実際やってみるとめちゃくちゃ面白いんで、ぜひやってみてください。じゃあ行きましょう。この作品はフィクションです。はい。カットオブセミズキーホー。トさん、ホームランボール取れるかな？あいつがホームラン打てればな。打てよ、水木。カッキーン。やった、ホームランだ。よし、取るぞ。めっちゃ迫ってきてる。おーつ！ああ！父さん？ね、大丈夫？死んじゃやだよ！でもリアルの野球でこういう事故とかってないのかな？おっ、ここはどこじゃ？お前、グーフィーじゃねえかよ。ソラ、スマブラ参戦おめでとうね。イエーイ！こうして、ボール親父と俺の試練の日々が始まった。そして、その数年後。野球するぜ！の末期。あ、イベントはスキップしませんよ、と。ここが伝説の少年野球チームガンバーズか？でっかいチームハウスだな。そうじゃ、ここに入れば全国大会も夢じゃないぞ。顔出すな、人に見つかるぞ、ボール親父。ずいぶん態度悪くなったな、小僧。ガンバーズに入るんでやすか？ね、ああそうだよ、受付はこっちでやんすよ。そして、おいらはガンバーズの無駄でやんす。無駄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 。これがユニフォームでやんす。早速着るでやんす。うわ、ぴったりだ、かっこいいな。早速チームハウスで練習だ。チームハウスってさっきのやつでやんすか？あれはサイバーキッズのチームハウスでやんすよ。え？それじゃあガンバーズのチームハウスは？んなもんないでやんす。ここがガンバーズのホームグラウンドでやんす。何がホームグラウンドだよ、ただの空き地じゃないか。ほら、キャプテンが来たでやんす。スマイルスマイル。いや、うちのチームに入りたいのかい？いやー、俺は出れなくてもいいよ、キャプテンの一同だ、よろしくな。あ、はい、よろしくお願いします。ところで無駄くん、監督を見なかったか？またでやんすか、どうせパチンコでやんすよ。ダメだな、ダメだな監督。ゆうきくん、悪いがしばらくここで無駄くんと練習しておいてくれ。まあでも練習してももう無駄なんですけどね、この男能力上げないんで。無駄くん以上に無駄、無駄くんは強いからな、そもそも。俺は監督を探してくれ。はい、とりあえず練習で怪我をしないように走ってタフを上げるのがいいぞ。それとこの空き地はみんなの遊び場だ、人が来たら危ないからボールは投げるなよ。おーい、練習できねえじゃん。メンバーも8人しかいないから、ゆうきくんも今日からレギュラーでやんすよ。ラッキー、一緒に頑張るでやんす。まだ入るとは決めてないよ、諦めが悪いでやんすね。諦めも何もな、人生かけるからのこっちは。まあじゃあしっかりランニングしてタフさは上げておきましょう。しっかり上げつつ、無駄くんたちには悪いが俺には大きな目標があるんだ。やっぱり大きいチームハウスがあるサイバーキッズに入ることにするよ。まあそれが無難ですね、正直。こんちゃーす、サイバーキッズに入りたいです。こんちゃーす、レトルトと申します。あれ、君は勇気じゃないか。俺だよ、昔一緒によく遊んだ。え、サイバーじゃないか。背が高くて分かんなかったよ。サイバーって名前かっこいいですよね。サイバーボーイみたいな感じで。それはお互い様だよ、嫌な顔すんなよ。俺たちも4年生だぜ。君もこの町に引っ越したのか。ああ、昨日引っ越してきたばかりだよ。
君も相変わらず野球を続けているんだな。あー、僕はもう変化球も投げられるようになったんだぜ。うぜえなこいつ。今じゃサイバーキッズのピッチャーだ。あの、サイバーキッズのサイバーってひょっとして。そう、ここは僕ん家なんだよ。早速だが見学していくか。やったー素直。うわ、広いな。トレーニングマシンもたくさんあるね。だろ？チームハウスがある少年野球チームなんて他にないよ。うわ、ん？どうした？いや、ちょっとボール踏んづけただけだよ。ボールボール、ワンコかわいい。あー、はいはい。ありがとうだわん。ワンコの考察動画みたいに出したけどめっちゃ悲しかったからね。かわいい女の子だな。メモリーワンコだ。ワンコ？あだ名だよ。自分でつけたらしいけどな。あの子はここで1年以上練習してるのに、まだボール拾いしかできないんだ。まあ、コンピューターのテストでもボール拾いが合ってるみたいだけどね。コンピューターのテストで。もうコンピューターにテストされてさ、あなたはどのポジションが適正かテストしましょうみたいな、ポンポンポンっていっぱい答えた結果、あなたの適正ポジションはボール拾いですって出てたら、まあ、ブチギレもんだよそんな。ブチギレだよそんな。お前なんだこれってなるよ。ずっとボール拾いか。心配しなくても君なら大丈夫だよ。そうだ、サイバーキッズに入るのなら君のパパにも一度来てもらいたいな。いろいろ説明することもあるしね。金とか金とか金とかだろ。いや、うちの親父はちょっと、どこか遠くにでも行ってるのかい？いや、すぐ近くにいるというか、なんというか。そうか、もうこの世にはいないんだね。うん、それでいいやもう。いや、勝手に殺すなよ。母ちゃんは死んじゃったけど、なんだか複雑そうだな。まあ一度パパに相談してくれよ。そうするよ。だいぶ複雑にされたけど、でも実際複雑だから何とも言えないよな、これ。はい、タフさ上げて、で、どうするよ、ボール親父。わしは反対じゃ。サイバーキッズは使うんぼい。どうして反対なんだよ。トレーニングルームがあるチームなんて他にないぞ。しかしあんな可愛い女の子にずっとボール拾いさせるなんてひどいじゃないか。まあ、基本女好きですからねこいつ。でもコンピューターのテストがどうのとか言ってたぞ。何がコンピューターじゃ何がコンピューターじゃ。人がそんなもんでわかるものか。んなこと言うけど、あと3年以内に全国大会で優勝できないと親父は人間に戻れないんだぞ。だからこそ頑張らずに入るんじゃ。一度は全国大会で優勝してる伝説のチームだ。伝説かなんか知らないけど、メンバーすら揃ってないチームでどうやって大会に出るんだよ。ガンバーズが9人揃わないのはよくあることじゃ。困んだろそれはそれで。入団テストが厳しすぎて選ばれたエリートしか入れないんじゃ。嘘つけ。やけに詳しいな。わしも子供の頃ガンバーズにいたんだよ。え、親父が？まあそこまで言うならサイバーには悪いがガンバーズに入ってみるよ。説得早いな。それにサイバーと同じチームじゃサイバーと勝負できないしな。じゃあ、これでもっかいランニングしっかり。しっかりね、ここら辺はランニングしときたいんですけど、まあ練習しないんだけどね、僕。うん、初期能力だからね。縛るからね。もう来ないのかと思ってたでやんすよ。すまん。いろいろあってな。じゃあ早速、監督に会いに行くでやんす。そして。ほら、着いたでやんすよ。ここがガンバーズ本部でやんす。これってただの家じゃ。ガンバーズ本部でやんす。それと、監督に会うのだからスマイルでやんす。めっちゃスマイル強要してくんじゃん。こんちゃー。なんだお前。新しいメンバーでやんすよ、福沢監督。ゆきち。へえ、うちに入る気か。まあ頑張るんだな。はい、よろしくお願いします。どうした？あの、入団テストとかは？お前を入れて8人しかいないのに、みんなことやってどうする？それに俺は今忙しいんだよ。じゃあ空き地でみんなと練習してきまーす。うん、暗くなる前に帰れよ。それと何かあったら知らせに来い。俺はここでテレビを見てるからな。お前いらねえじゃん、監督。はぁ、あ。それから、いや、来てくれたんだね。じゃあ改めてチーム員を紹介するよ。まず左から、春川先輩と、ハーシバル君。二人とも5年生だ。よろしく、お願いします。ああ、よろしくな。それと、こいつが4年生の小野だ。坊主のせがれ、小野でござる。こいつ結構やべえやつだからな。よろしくでござる。え、ああ、こちらこそ。以上だ。え？なんか激しく足りないんすけど。ああ、忘れていたよ。この他に4年生の明智と二宮がいたんだが、ここ1ヶ月ほど顔を見せないんだ。それじゃあ実質6人しかいないってことですね。さらに減ったな。まあそういうことになるかな。監督は気づいてないみたいだけど。話が違うぞ、ムタくん。嘘は言ってないでやんす。明智くんと二宮くんはまだ辞めたわけではないでやんすよ。じゃあなぜ来ないんだよ。おいらだって知らないでやんす。心配なら二宮くんたちの様子を見てくればいいでやんす。二宮くんの家なら商店街の八百屋でやんすよ。これでうろつきできるようになりましたと。ムダ君もついてきてよ。さっきオイラを攻めたから嫌でやんす。いや、しょうがねえだろ。攻めるだろ、さっきのは。あ、そう。そして、どうなってんだ。ここが本当に伝説のチームなのか、ボール親父。おかしいな。わしがいた頃はもうちょっとちゃんとしてたんだが。それにあの男、どこかで見たような。さあ、こっからだな、問題は。結構ね、これ最初仲間集めしなきゃいけないんですけど、結構というか、もう運ゲーなんですよ。まあ、とりあえず空き地行きましょう。いつも練習してる空き地か。普段は広場しか使ってないけど、こうしてみると土管とか川とかいろいろあるな。
土管と川がある空き地って今絶対ないよな。土管ならまだしも川空き地にないだろう。わしがガキの頃はよくここで遊んだもんじゃ。そうなんだ。どうすかーい。誰？オーラと勝負したらおしゃれたーい。よし、じゃんけんで勝負だ。なぜだ。すぐ乗ってきた。まあ、男はね、グー一択よ。オッケー、勝った、勝った、勝った、ナイス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 。これ負けたらもう無限に次の週じゃんけん、次の週じゃんけんってなって、結果もう仲間集まりませんでしたみたいになるからね、普通に。結構ね、ダッシュパワポケ R で買ってダウンロードしてやった人、やる人、これからやる人、この動画見てる時にやってる人もいいのかな。覚悟しといてほしいのは、割と前半運ゲー。負けてしまったです、たい。で、誰なんだ、お前。ほら、徳川隊。力持ちの徳川隊。でも、じゃんけんと力持ちはあまり関係ないぞ。なに？ではもう一度勝負じゃ。今度は腕相撲でごわす。なのずるいよ。じゃあ、お前の好きなもんで勝負じゃ。それなら野球だな。野球ってなんでごわすか？なんだ、野球知らねえのっけ？野球は頭とパワーとチームワークで勝負する最高のスポーツだよ。何？そんな素晴らしいスポーツがあるでごわすか？あ、もしよかったらうちのチームに来いよ。いや、オーラは相撲を。なんで勝負したいんだろ？ちょっと考えさせてほしいの。じゃあ俺は待ってるからな。よし、これでとりあえず一人連れた。さあ、二人目三人目は余裕なんだけど。やあ、ゆき、元気でやってるかい？サイバー。しかし君もバカだな。なんであんなチームに入ったんだよ。急にディスってくんじゃねえよ。俺だって初めはサイバーキッズに行きたかったさ。でもまあこうなった以上、ガンバーズで全国大会を目指すよ。ガンバーズで全国大会？本気かい？野球は9人でやるもんだよ。僕としてもライバルがいなくなって本当に残念だ。残念がってくれるのはまだいいですよね。まあせいぜい頑張れよ。名前もガンバーズだしな。ちょっとうざいけどね、うざいけど、そんな悪いやつじゃないんですよね、彼は。サイバーのガキ言いたい放題だな。まあ本当のことだから言われても仕方ないよ。そうね。お前らしくもないな。メンバーが足りないぐらいなんだ。スカウトすればいいだろう。無理だよ。ガンバーズのダメっぷりは近所でも有名だよ。じゃあ街で探すんだ。とにかく何もせずに諦めるな。大会がある4月までにメンバーを何としても揃えるんだ。出なきゃわしらはゲームオーバーだ。めたいな。だいぶめたいな。じゃあ次行こう。監督の家。ここは大丈夫。ここはすぐ仲間になる。監督はまたパチンコか。しかも鍵もかけずに行くなんて、それは危ねえな。本当に困ったもんだよね。え、君は一体？僕は明智。君は？俺はユキ。この間ガンバーズに入ったんだ。よろしくな。よろしくって言われても、僕ガンバーズを辞めに来たんだけど。え、なんでまた？うちのお母さんが教育ママでさ。野球なんてやめて勉強しろって言うんだよ。佐藤俊也のママみたいだな、メジャーの。お母さんとセックスです。じゃあお母さんを説得すべきだよ。はい。これどうしても読み間違えますね。でもどうやって？そうだな。野球をすれば体が丈夫になるって言えばどうだ？そんなんで母さんが納得するかな。今日から毎朝ランニングをしたりして汗を流してるところをお母さんに見せれば大丈夫さ。本当に？何事もやってみなきゃわからないぜ。ようわからないっつってんのに自信満々で言えなくですもん。よし、じゃあやってみるよ。数日後。やあ、ゆき。あ、明智くん、その後お母さんは説得できたかい？全然ダメだよ。ランニングを始めたら余計に勉強しなくなったってカンカンだよ。もう逆効果じゃん。でもお父さんが努力することはいいことだと言ってくれて、なんとか野球は続けられそうだよ。そうか、よかったな。オッケー、これで明智くんも回収できました。二人目。ゆきくん、ちょっといいでござるか？なんだよ、小野くん。実は少し気になることがあるでござる。気になること？お主のポケットのボールを見せてほしいでござる。え、このボール？まあいいけどすぐ返してよ。むむ、不思議なボールでござるな。何かもののけの気配を感じるぞよ。こいつ本物だからね。ここは拙僧がお祓いして死んでよ。いらんことすんじゃねえよ。いいよ。大丈夫でござるよ。拙僧はもののけ退治のプロでござる。いいってば。ほんバラバラなむなむバソロ。さあほー！小野くん？ボール親父？わしはなんともないが、この坊主の様子がおかしいぞ。この、なんだ？このゲームではどんなに練習してもそれだけでは能力は上がらない。練習などのコマンドに並んで能力を上げるという名前のそのものズバリのコマンドがある。それを選んで経験値を使って能力を上げるのだ。何の話だ？十字ボタンの上を押すと少し前のメッセージも見られる。なお、このサクセスで作った投資をパスワードで他のパワポケシリーズに持っていくと、球速がプラス40キロになる。これはもう小学生なんでね、補正かかるんですね。またその逆はマイナス40キロになる。かっくん？あれ？動かなくなっちゃった。おい、また目が覚めたら厄介だ。このままそっとしとこうぜ。それもそうだな。めたいな、相変わらずこのゲーム、パワポケは。じゃあ次、商店街。商店街もすぐですね。ここが商店街か、蕎麦屋がでかいですね。ホンダがありますね。ホンダかな？なんか寂れてるな。
M、わしがガキの頃はすごく賑わっていたんだがな。いやでも実際そうですよね。僕の近所の商店街もちっちゃい頃は賑わってたのに、今もうシャッター商店街ですよ。ブギウギ商店街とかもそんな感じになっちゃうからね、悲しいんですけど。最近はコンビニや100円ショップがあるからの。いや100円ショップ強すぎるんだよな基本的に。いらっしゃい。君はひょっとして二宮くん？え、どうして俺の名前を？実はこの子の存在も後々のシリーズでめっちゃ重要になるんで、マジパワポケダッシュやってほしいみんなに。そして、そうだったのか。みんなに迷惑をかけてるんだな俺。そうだよ。でも店の手伝いをしてるならしょうがないよ。いや俺夕方だけでも野球の練習に行くようにするよ。本当？オッケー、仲間評価上がった。二宮くんも練習復帰。でも店はいいの？別に俺がいなくても店は大丈夫だよ。俺はただお小遣い欲しいから手伝ってるんだ。そうだったの。まあでも小学生の頃そういうのも大事だけどね。そこから労働を学ぶみたいな。まあ名前なんだっけ？ゆうきです。名前ぐらい覚えてくださいよ。そうそう、ゆうきだ。お前あれだ、頑張りすぎだぞ。あの監督ってどうしてそんなにやる気がないんですか？あ？だって9人いないんじゃいくら頑張っても大会に出れんだろ。じゃあ監督はここで何してるんですか？せな、俺にどうしろってんだよ。俺だってな、本当は全国大会にみんなを連れてきたいよ。でもよ、俺は野球がよくわからないんだよ。俺がコーチするとチームはどんどん弱くなってくんだよ。なんで監督やってんだよ。じゃあそのうちうまいやつはみんなサイバーキッズに行っちゃうし、メンバーが減ったらグラウンドすら借りられなくなっちまった。畜生、俺だってな。こいつ昼から酔っ払ってんな監督。でも安心しました、やる気ないわけじゃなかったんですね。ユキ、お前、あ、やっと覚えてくれたんですね俺の名前。いやさっき言ったからだと思うけど。その調子で頑張りましょうね。ああ小学生なのにできすぎじゃないこの男。それから、お前もいろいろ苦労するの本当だよ。小学4年生だからね、この子。ゴロヤジ、あの監督じゃ全国大会なんてとても無理だよ。おい、弱音を吐くな。あら、まあ、天国メーター。なんだ今何か起こったぞ。お前が野球の情熱を失ったら、わしはすぐに天国に行ってしまうんだ。あと3年は大丈夫じゃなかったのか。画面の左上にある天国メーターが振り切れたら、わしはそこで終わりなんじゃ。天国メーター？まあ、人間のお前には見えないだろうがな。とにかく弱音を吐いたり野球以外のことに力を入れすぎるとわしは終わりじゃ。ちょっと待って、これやばくない？今回だって初期能力縛りのせいでさ、あんまり練習するメリットがないから野球以外のことしかする気なかったんだけど。親父言っちゃうじゃん。わかった、気をつけるよ。うん、まあ、しばらくはわしが監督の代わりにアドバイスするから、そう心配すんな。それよりお前はうろつきコマンドでメンバー探しをしろ。9人揃わなくては話にならんからな。ちょっと待って、普通にヤバくね？初期能力縛りでいけんのかこれマジで。じゃあ住宅地さ、ここが最難関、ここがマジきつい。ん？家がたくさん並んでるな。ここは住宅街か。これまた随分静かなところじゃな。こんなところじゃチーム員をスカウトできそうにもないな。マウスくんですよ、かの有名な。誰？ちょっと君、もちろん追いかけましょう。逃げたら追いかけないと。でも見えないや。どっちに行ったんだろう。いや、これ3分の1なんだよな。いやー、どうしよう。クラピカ理論で右行くか。そして。あ、オッケー。一発で来た。え、めちゃくちゃ運いいんだけど。普通に外れまくるからね、これ。マジか。あ、いた。おい、ちょっと待てってば。やっぱクラピカさんだわ。何か用だったんじゃないの？どうして入らなかったの？え？どうしてサイバーキッズに入らなかったの？肺には関係ないだろ。もう誰だよ、嫌な感じがしたからだ。そうか、それじゃあさようなら。もうさようなら早いよ。ちょっと待って、君は一体？マウスだよ。知らんがな。サイバーキッズのメンバーだった。やめたのか？ついていけなくなった。そんなに練習がきつかったのか？いや、人間がね、人間関係に悩む小学4年生ですよ。実際子供の頃って悩んでたよね。大人になるとバカらしい悩みかもしんないけどさ。君のチームはみんな仲良しかい？あー、今はまだダメだ。今？野球は何たってチームワークが大事だからな。チームワークか。なあ、よかったら俺のチームに来ないか？考えとく。それじゃあさようなら。なんだろあいつ。オッケー。めちゃくちゃスムーズ。俺今日が誕生日なんだ。本当でやんすか？いや、本当だってば。んなこと嘘つかんがな。しっかじゃないでやんすね。いいものをあげるでやんす。いらね。大事にするでやんすよ。全然いらね。オッケー、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。まさかのめちゃくちゃストレートに仲間回収できました。さすが静止実況シリーズですね。割と運がいい。でこのままちょっと仲間全員集めて、ルリカルートなんでね。ルリカルート結構ランダム要素が彼女攻略でも多いんで、そこもなんとか引いていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。